ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2024年2月の5日月曜日です。今日は、3冊シリーズの中の第3弾目がこれが、悪友さんの清らかな遠征、言葉を失った日本人とかね、この遠征というのはあまり聞かない言葉ですね。清らかな遠征って何だろうと思って調べてみましたら、遠征とは世の中の嫌なものという意味なんですね。人生を価値のないものと思うこととかね、まあ、世の中の嫌なものということですね。こういう清らかな遠征、こう使われているのは。それで今日はその中のですね、第一章、選択肢は生きるだけだよというのが第一章のテーマですね。その中の小項目いってみたいと思います。ペーパードライバーが最優秀ドライバーのような人間の評価が分かり通る、政治家も大変だし経営者も大変である。教育者もスポーツマンも芸能人も大変である。人の目があり重箱の隅をつつく能力に長けた人が多く、また一瞬にして世界中に伝達する技術も持っているから、ちょっとした失敗なども頭をかきかきごめんでは済まない社会である。ちょっとでも有名になり、ちょっとでも目立つ立場に立った人は、たちまち過去から現在までまた講師の区別なく解体される。それこそ履歴の中の失点にもなりそうなものは、がん細胞を見つける CT や MRI のように機能させて発見、あんたの失敗として社会に告知し教団するのである。法を破るのがいいか悪いかというと悪いに決まっている。しかし法にも傾聴があり、それは裁きの場で死刑から、説諭まで差がつけられる。だが社会的な告知と教団は死刑をも脱油も同じで、下手をすると抹殺されてしまうのである。だから今後政治家になろうとしたり、ヒーローやヒロインを夢見ている人は、それまでの過去を消すか無菌状態で生きるしか方法がない。いついかなることで断罪の浮き目に遭うかもわからないからである。とんでもない潔癖社会であるらしい。それなら法律が守られ、道徳が尊ばれ、礼でもって接する美しい社会かというと全く逆なのである。高徳心という言葉は探しても探しても見つからない。レントゲンでも CT でも探せない。社会は汚れきり、人間の美意識は荒れてしまっているのに、自分以外の人に対しては完璧を求め、ちょっとでも欠点や失敗が見つかると袋叩きにする社会構造は何なのだろう。ゴミ捨て禁止も立ち入り禁止も落書き無用も、その他あらゆる禁止を訴える札の前で禁破りが平然と行われている。以前は高徳心の低下を嘆いていたのだが、近頃は識字率の低下、つまり縦札の注意の字が読めない人が増えたのだと思うことにしている。その方がまだ救われるからである。こんな現状であるのに、他人に対しては異常なまでの潔癖主義、暴力的なまでの完璧主義で裁くのである。この国の失敗は引き算ではなくマイナスの掛け算であるから、持ち点がいかに多い人もマイナス点になってしまう。敗者復活不能のシステムなのである。これが常識としてまかり通ると、リーダーもヒーローもヒロインも誕生しなくなる。こういうことである。自動車に触れたこともないペーパードライバーが無事故無違反で優秀ドライバーとして表彰されるようなもので、何にもしなかった人だけが褒められる社会になってしまう。だからといってこの最優秀ドライバーの自動車に乗る気にはならないのではないか。
か、ペーパードライバーが最優秀ドライバーのような人間評価がまかり通る、そういう意味なんですか。次行ってみたいと思います。神羅万象ランキング、順番付けの世の中なんて心が寒いというものだ。妙な書き出しだが、犬は一日中順番をつけているそうだ。何に順番をつけるかというと、自分以外の人やペットが自分に対して上位か下位かをずっと考えているという。犬に確認を取ったわけではないから真実はわからないが、30年近く犬がいる生活をした経験から頷けるところもある。家族と犬の関係を見ていても、最も可愛がってくれる人を最も尊敬しているとは限らず、ひどく横着な舐め切った態度で接している様子をよく見かける。同様に食事を与えてくれる人にも感謝を示さず尊大に振る舞う。一体何の根拠で順番付け、つまりランキングしているのか不明だが、接触も少なくサービスを受ける機会もめったにないにもかかわらず、その家の主人と認定した人には絶対の敬意を払う。主人の認定はあくまでも犬の勝手な思い込みである。家族なら大体上位関係は犬の頭の中で確立していて、実にその通りに甘えたり見下したりこき使ったりして過ごしているが、これが僕の家のように臨時の人の出入りが多いところでは、常にこいつは上、こいつは下、こいつは並びと選別していて、疲れ切っている様がありありである。あったありありであった。猫というのは誠に正体不明であるから、犬のようにランク付けに混乱しているかどうかはわからない。上と下と並びで態度を変えるところもないから、きっと全てが我より下だと思っているのだろう。なるほど、そうか。うちも猫は3匹いるのだ。ちょっと観察してみたくなったな。さて、犬猫の話を書くのが目的ではない。テーマはランキングである。日本中の人間が一日中神羅万象、型のあるものからないものまで全てに順番をつけて、まるで犬の哲学で生きるのかと言いたいランキング付けの生活をしている。テレビを見ても新聞や雑誌を見ても、世の中全て順番付けである。まあ今に始まったことではなく、なんとか番付けなるものは何百年も前からあったことだが、最近のはいささか度が過ぎている。大行な心配の仕方を示してみせると、これではランク外の人生というのはないのかということになる。ランク外の満足も、ランク外の幸福も、またランク外の傑作も排除してしまうと、要はカサカサ寒い話になる。売上ぐらいは数字だからやむを得ないが、好感度などという実に曖昧な感情以前の感触で人の仕分け作業は権威を持ったりする。順位をつけないと安心できない。順位に入っていないと信じられない。かつての番付にはシャレの心があったが、ランキングにはそれがない。そしてランキングに頼り、ランキングを信用する人の心は順位症候群となり、ランク外のものに目を向けることができなくなる。寒い。神羅万象ランキング、順番付けの世の中なんて心が寒いというものだとね。もう一つ言ってみましょうかね。人間力は人と一緒に暮らす力、人力は一人で生きる力。僕には風雨の中を屋根に上がって吹き開けられた穴を防ぐ力がない。引きちぎられた電線をつなぐ技術も、断水した水道の代わりに生活水を手に入れて運ぶ能力もない。また山のような廃材や瓦礫を分別しながら処分する腕力もない。つまり人力がないのである。僕は結構人間力はあるとうぬぼれていたのだが、今度ばかりは人間力ではない人力に欠けていると痛感させられたのである。伊豆半島に上陸し、
類よりないほどの強力さであっという間に通過した台風22号のため、我が家はとんでもない被害を受けた。かなりの屋根が砕かれてしまったのである。吹き飛ばされたとか倒されたとかいうのは風の被害であるが、今回はそんなものではなかった。時間にして1秒、竜巻かミサイルかという衝撃である。僕はぱっかりと穴が開き、ザーザーと雨が降り込む修羅の光景を呆然と見やりながら、これは風ではない、そうだこれはかまいたちの巨大なものだと思った。かまいたちをご存じだろうか。僕の子供の時代に野原で突然膝小僧をパックリと切られることがあり、これをかまいたちにやられたなと言われた。旋風の中心が真空になり、人間の膝小僧を切り裂くことになるのだと解説されたことを覚えている。我が家の台風22号による被害は局部的惨状というやつで、まさにそのかまいたちを連想させるものであったのである。かまいたちは、かまいたちとか難しい字で、これはちょっと書きませんね、かまいたちとか。ところで今回はそのことが主題ではない。主題は人間力と人力の差である。まさに自然の猛威に蹂躙され、文明の力を封じられ、囲められ生活インフラを断ち切られた中で、その差を痛感して立ち尽くしたのである。現代は社会も人間もどこにいてどのような人生観を持とうが、都市型社会生活になってきて、他人に依存し他人に振り分け、そのことがお互い様で成立させる人間力の時代である。しかしそのことが徹底しすぎ、人力をあまりにも忘れすぎたのではないかということである。これは何も被害に遭って無力を覚えた僕の自身の反省だけでなく、多くの人が人力を忘れていることへの警告である。仕事を分け合って社会を成立させているということと、人の力を持たなくてもいいということとはイコールではない。何かがあったらすぐ電話を、24時間お助けしますというシステムに包まれているのは心強いが、かといって過信は良くない。全面依存では自分の力を失うだけである。巨大なかまいたちの人神で電気も消えるし、電話も通じなくなる。そんな時のためにまずは人力、自らの力と思ったのである。人間力は人と一緒に暮らす力、人力は一人で生きる力。はは、少し分かってきました。清らかな遠征、まあ世の中の嫌なものというものをずっと悪友さんの目で書いておられるところです。まあ私もいろんな嫌なところは見えますが、まあこの私の動画も嫌なところは見られますが、そこらは少しでもまあ克服してですね、動画作っていきたいなと思っております。みえチャンネルの登録も続いてよろしくお願いしたいと思います。今日は嫌なこともありますけれども、まあそれを乗り越えて高齢者が光り輝く高齢者を目指していきたいと思っております。ごきげんよう。